ヒューガ、ガタと出雲、ガタが誕生したことで、海自の空母は、事実上の4隻体制になりました。日本が、空母を4隻保有していること、2タイプあることが何を意味するのか気になるところです。そして、F-35 戦闘機搭載に関して議論される空母は今後どうなっていくのか、見ていきます。護衛艦加賀の F-35B 認証プログラムがアメリカで始まります。艦首が四角になってマジでやばいよ。まず、日本の空母が4隻になる意味について考えてみましょう。2015年10月に行われた海上自衛隊の艦艦式の最大の目玉となったのが、新鋭護衛艦出雲のお披露目でした。この式は、3年に一度行われる海自最大のイベントです。出雲は、2015年3月に就役した全通飛行甲板を持つ航空母艦で、その前に誕生したヒューガ、型のヒューガ、伊勢に続く3艦目となりました。余談ですが、このシリーズの艦名は、旧国名にちなむものですね。しかも、出雲はヒューガ型と比べると、一回りも大きく、自衛隊最大の艦艇となったのです。また、同8月には出雲型2番艦加賀も進水式を終え、偽装作業も完了し、11月には試験航海も行われました。2番艦加賀が就役したことで、海自はヒューガ型と出雲型を、それぞれ2隻、合計4隻の航空母艦を保有することになったのです。艦艇は、長期間ドック入りする整備期間や、乗員の訓練期間、及び実戦投入が可能な期間が必要です。それぞれの期間が3分の1ずつなので、4隻体制となって、常時1もしくは2隻の航空母艦が、有事の即応体制を取れるようになったそうです。しかし、実はヒューガ、型と出雲、型に求められる役割や能力が若干異なっています。これらは、護衛艦だから航空母艦ではないと思っている人もいるかもしれませんが、それは誤解です。そもそも、海自の護衛艦は、水上を航行する戦闘能力を有する艦艇に与えられる艦種で、世界的には、軍艦もしくは戦闘艦に該当する名称ということです。例えば、金剛型や愛宕型は区分は護衛艦ですが、世間一般的にはイージス艦と呼ばれています。それと同様、ヒューガ、型や出雲、型も護衛艦ではなく、実際には航空母艦と呼ばれているのです。一般的には知られていませんよね。航空母艦ヒューガ、型のヒューガと伊勢に関しては、満載排水量1万9000トン。全長197メートルで出雲が就役するまでは海自最大の艦艇でした。主な艦載機は SH-60J、KC ホーク哨戒ヘリコプターで3機を同時に発着艦させる広さの甲板があり、エレベーターで結ばれた格納庫内にはマックス10機収容可能なスペースがあります。ヒューガ、型の主要任務は味方艦隊への敵潜水艦の接近を阻止する追戦作戦ですから、単魚雷発射艦及びアスロック対戦ミサイルなどを格納する16セルの垂直発射装置 VLS を装備しています。航空母艦としてはかなりな重兵装を積んでいることが特徴と言えましょう。一方、出雲型の出雲と加賀は満載排水量2万7000トン、全長248メートルで、前述の通りヒューガ型より一回り大きく、同時にシーホーク5機を発着艦可能であるだけでなく、格納庫内には15機も収容できるのです。しかし、任務が違うので、ヒューガ型のような単魚雷発射艦や VLS は装備していません。最低限の自衛用兵装しか搭載していないので、潜水艦への攻撃は、シーホークや両艦に任せることになります。垂直離着陸型である F-35B 戦闘機の艦載を語る前に、最低限の兵装しか持たない出雲型は対戦能力重視型のヒューガ型と比べるとより多様な任務に対応できる本格的な航空母艦としての機能を重視したと思われます。具体的にはヒューガ型と出雲型は手術室と集中治療室が備えられていますが、病床はヒューガ型8床に対し出雲型は35床ですから、当初防衛における上陸作戦時のヘリコプター拠点として考えると、出雲型が優先されることになるでしょう。また、
出雲型の飛行甲板が一回りも広いので、陸自が使用する大型の榴弾砲や軽装甲機動車を展開する際も便利に活用できると考えられます。と言っても、あくまでも、どちらが能力が高いかという話をしているだけでのことです。ヒューガ、型が上陸作戦の拠点となることも十分に考えられるので、出雲、型も対潜作戦のコアとしての役割を担うことは可能です。また、ヒューガ、型と出雲、型両艦のいずれも、シーホーク以外の大型の輸送、掃海ヘリコプター MCH-101 を艦載できるのです。それだけではありません。必要に応じて、陸自の UH-60JA ブラックホーク、UH-1J ヒューイなどの小型ヘリや、大型の CH-47J、JH ヌーク、V-22 オスプレイの運用も可能とされています。おお、積み型は一見すると空母のようですが、デッキとした輸送艦で、上陸作戦に特化した艦艇です。ヘリコプターの発着艦はできますが、格納庫はなく、固定の艦載機もなく、一般的に航空母艦と呼べるような能力は備えていません。日本を取り巻く西南諸島海域の安全保障における最大の課題が浮上したため、解決するために立ち上げた日本版海兵隊水陸機動団の発足と同時に、懸念されたのが海上輸送力の確保でした。一朝有事の際、多くの人員や装備を運ぶためには、空輸だけではなく、海上輸送も行わなければなりません。そこへ必ず投入されるのが海自の輸送艦大隅型というわけです。大隅型登場以前の海自は2000トン級の低速輸送艦しか持っていなかったので、輸送力と高速航行力を兼ね備えた大型輸送艦を常に切望していたそうです。日本政府も1992年平成4年に始まった数ある PKO 派遣に鑑みて、外洋航行に適した大型輸送艦の必要性を痛感したようです。その結果、大隅型3隻の建造は認可されました。従来の海自輸送艦は、海岸に乗り上げるホバークラフト型でしたが、大隅型は沖合に展開しつつ、L 客集艇や輸送ヘリを使った揚陸作戦もできます。大隅型は、約330名の隊員を乗せることが可能で、長期航行に備えた居住スペースも確保されているそうです。一方、装備面の輸送力として73式大型トラックなら、最大65両、重さ50トンの90式戦車でも18両を搭載可能で、大隅型が3隻あれば、1個連隊規模の輸送ができる計算になるそうですよ。また、海事艦艇初の全通式甲板を採用したため、CH-47 輸送ヘリのような大型ヘリの離発着が可能になり、最近の改修工事のおかげで V-22 オスプレイにも対応できるようになりました。ただし、前述のように、航空機用の格納庫と整備機能が少なく、一定の航空運用能力しかない大隅型でさえ、収益時に空母や強襲揚陸艦ではないのかという指摘が多かったそうです。大隅型は格納庫がなく、車両用エレベーターしかないので、空母に離れません。仮に無理をして、スキージャンプ台を設置したとしても、速力22ノットと全長 178m のサイズでは、固定翼機の運用は不可能なのです。格納庫を持っていないということは、非常に重要なポイントだそうです。これを理由として、大隅型は、強襲揚陸艦でも空母でもなく、ドック型輸送揚陸艦に分類されているのですからね。やはり、空母や強襲揚陸艦などの表現は、どうしても、国家の威信、財力の象徴と見さされることが多いのです。そうした風潮は、すでに現れていて、ヒューガ、型や出雲、型に艦載される予定の F-35B ライトニングに垂直離着陸戦闘機の議論が継続中ということです。それにしても、庶民としては、どうしても、予算が気になりますね。光熱水費を、代表として、ここ数年は、値上がり傾向が続いています。命を守るために、防衛予算を増やすのは一理ですが、守るべき国民の数は、年々減少していることを政府関係者は重要視していないんでしょうか？立派な最新鋭の兵器を購入して、有事に備えていても、
国民がいなければ無意味ですよね。日本が開発中の島嶼防衛用高速滑空弾早期装備型、今年2024年3月及び4月にアメリカで事前発射試験を実施していたことを防衛省が公表したとの情報をキャッチしました。今回はこの離島防衛用高速滑空弾について詳しく見ていきますね。日本の防衛戦略網が完成しつつある中、国内で弾薬を生産できることが最も大事ですよね。それに、日米豪でのミサイル開発も進んでいます。オーストラリアがようやく目覚めましたね。そう、夕方潜水艦を導入していればと考えるのは私だけで。日本の防衛省は、2024年7月4日付の防衛省自衛隊の公式ホームページ上の報道、白書、広報イベント内のお知らせにおいて、スタンドオフ防衛能力に関する事業の進捗状況についてと題する報告を掲載した。このスタンドオフ防衛能力に関する事業の進捗状況についてと題された報告によれば、防衛省及び自衛隊は日本へ侵攻する敵部隊を早期に遠方で阻止し排除する目的で、スタンドオフ防衛能力の強化を図っていると、まず説明している。その上で、このスタンドオフ防衛能力を速やかに獲得し、日本の安全を確保すべく、自国産のスタンドオフミサイルを早期に取得する方針を立て、その推進を図っている状態であると述べている。そして、このスタンドオフ防衛能力の構築に向け、自国産のスタンドオフミサイルの開発を行っている中で、今回島嶼防衛用高速滑空弾の事前発射試験を実施し、計測系の確認ができたことを報告すると続けている。防衛省の言うスタンドオフミサイルとは、敵の防空用の対空ミサイル等の迎撃兵器の射程外から、攻撃を行える長射程のミサイルのことを指しており、今後の日本の防衛の要となる装備に位置づけられている。そうした日本が開発中のスタンドオフミサイルとして、最も知名度が高いものは、現状で陸上自衛隊が配備中の12式地対艦誘導弾を改良し、飛躍的に射程距離を延伸したその能力向上型が、よくマスメディアでも取り上げられている。ただし、今回の、スタンドオフ防衛能力に関する事業の進捗状況について、と題された報告で対象となったのは、島嶼防衛用高速滑空弾早期装備型と呼ばれているもので、南西諸島などの離島防衛への貢献が期待されているミサイルだ。今回の報告では、このスタンドオフミサイルの一種である、島嶼防衛用高速滑空弾早期装備型について、アメリカ本土のカリフォルニア州の試射実験場において、同兵器の実演発射試験を実施したことが明かされた。この島嶼防衛用高速滑空弾早期装備型の事前発射試験は、日程としては、2024年3月23日と、翌月の4月7日の2回に分けて実施されたものであり、すでに3ヶ月ほど前に行われていたものを、このタイミングで報告した状況である。今回の島嶼防衛用高速滑空弾、早期装備型の事前発射試験を終えた状況を受けて、防衛省防衛装備庁の公式の YouTube チャンネル ATLA オフィシャルチャンネルではおよそ1分弱の動画を公開している。この動画はftops://www.youtube.com/@atraofficialchannel2546/videos にて視聴が可能であるため、ぜひ一度ご興味のある方は視聴していただければ、島嶼防衛用高速滑空弾
早期装備型の概要が容易に把握できるだろう。まず、この防衛省、防衛装備庁の公式の YouTube チャンネル ATLA オフィシャルチャンネルでは、今回の動画を当初防衛用高速滑空弾の実演発射試験というタイトルでアップしており、公開から3日で 7.8 万回の再生数がある。そして、その当初防衛用高速滑空弾の実演発射試験と題された動画の内容だが、まず、飛翔イメージというテロップが表示され、CG 画像で地上に置かれた発射機から、当初防衛用高速滑空弾が上空に向けて打ち出されるシーンから始まる。地上の発射機から上空に向けて打ち出された当初防衛用高速滑空弾は、その後、上空で加速用のブースターを分離させ、弾頭部である滑空体は滑空フェーズへと移行、敵の防空兵器による迎撃を困難とするため、空中で起動する様子が描かれている。弾頭部である滑空体は、その後、目標をめがけて落下する工程、ハイダイブに移り、ここで、CG 画像は終了となり、続いて、試験の景況、試験場所、米国カリフォルニア州試験実施日、令和6年3月23日度、日本時間のテロップが表示される。そのため、この後の実際の当初防衛用高速滑空弾の実演発射試験の映像は、2回行われたうちの最初のものであることが分かり、地上に設置された発射機から、轟音とともに、一発のミサイルが上空へと打ち出される。この映像の後、もっと発射機自体に接近し、地上の目線から、発射を再度映し出す映像が続き、角度を変えて、2つの発射の様子を確認することができるが、いずれも、当初防衛用高速滑空弾は、轟音とともに上空へと射出されていく。そして、最後に、この当初防衛用高速滑空弾の実演発射試験の模様を、若干離れた位置から俯瞰して見せる映像が映し出され、これまでと同様に、ミサイルは、上空へと轟音を響かせながら上昇していき、そのバックに、文字のテロップが入る。文字のテロップでは、試験弾を発射し、今後の発射試験に必要な性能を確認、引き続き、発射試験を含め、段階的に性能を確認予定と表示され、動画はこのシーンで終了する作りとなっている。なお、防衛省自衛隊の公式ホームページ上において、スタンドオフ防衛能力に関する事業の進捗状況についてと題された報告には、別紙参考当初防衛用高速滑空弾の研究量産という PDF ファイルも添付されている。こちらの別紙参考当初防衛用高速滑空弾の研究量産では、防衛省は当初防衛用高速滑空弾について、その研究を進めることと並行して、部隊への配備を可能な限り早期に実現すべく、令和5年2023年度からの量産着手が報告されている。ここに記載された大まかなタイムスケジュールによれば、当初防衛用高速滑空弾は、2018年度に研究を開始、2025年度までそれを継続し、並行して、2023年度から早期の量産に入り、2026年度内での納入を目指す方向となっている。このタイムスケジュールの下には、当初防衛用高速滑空弾の使用イメージ図が記載されており、ある島に上陸した敵部隊に対し、他の島に配備された当初防衛用高速滑空弾が攻撃を加える運用が想定されている。今回紹介してきた当初防衛用高速滑空弾、早期装備型は、防衛省防衛装備庁の資料等では、ブロック1という名称も付与されているが、別途、その性能向上型となるブロック2も並行して開発が推進されている。この当初防衛用高速滑空弾、早期装備型、ブロック1と、当初防衛用高速滑空弾、性能向上型、ブロック2の違いは、大まかに言えば射程距離にあり、前者はおよそ300から500キロメートル、後者は、およそ3000キロメートルほどの射程距離を持つとめされている。そのため、ミサイルとしての分類に照らせば、当初防衛用高速滑空弾、早期装備型、ブロック1は、
短距離弾道弾、当初防衛用高速滑空弾、性能向上型、ブロックには、中距離弾道弾に相当する射程距離を持つものと言えそうだ。この射程距離の違いから、当初防衛用高速滑空弾、早期装備型、ブロック1は、水深には、一段式のロケットブースターが、当初防衛用高速滑空弾、性能向上型、ブロック2には、同二段式のロケットブースターが装備されている。したがって、ミサイル自体のサイズ感も、当初防衛用高速滑空弾、早期装備型、ブロック1よりも、当初防衛用高速滑空弾、性能向上型、ブロック2の方が、全長を含めて大型化しており、前者は、配備を早めるべく、既存の技術の延長線上で設計されているという。これに比して、当初防衛用高速滑空弾、性能向上型、ブロック2は、弾頭部も、いわゆる極超音速滑空体 HGV と呼称される兵器特有の特徴的な形状をしていることが、これまでのイメージ図等からも見て取れる。